い、皆さんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこでーす。我が家は今日もみんな元気です。今日も仕事をやってまいりまして、仕事の後にちょっとマノエルのねお子ちゃんたちも遊びに来てたりとか、結構人数もいるんで私はヘトヘト。今日もご飯を作らなければなりません。だけど私はね、もうね最近疲れ果ててるから、ちょっとねどうやったら時短できるか、いかに楽できるか、でも子供たちを満足させられるか、ちょっといろいろ考えました。そして今日は素晴らしい助っ人も用意しております。はーい、我が家の長女ヌエルでございます。お願いします。何歳ですか？20歳です。20歳、20歳のピチピチなんですが、2児の母をやっておりましてね、はい、フルタイムで仕事してて、今日もしてます。今日も仕事してきてヘトヘトだね。ちょっと私たち最近ヘトヘトよね。疲れてる。ちょっと疲れてるよね。疲れてる時関係なくやっぱご飯とか作らないかんでしょ。うん、仕事終わりの買い物ほど気分が落ちるものはない、うんうん、確かに頭回らんよね、うん、オイシックさんって知ってる？聞いたことない。あのね、私結構前からねすごい活用させてもらってるんだけど、うん、きっとオイシックスさんっていうのがあって、じゃじゃん、メニューがいろいろ出てるのね、うんうん、そうで、このメニューを作るための材料がもう入ってるわけ。あーすごい、全部そう、もう買い足さなくていいの？買い足さなくてよくて、全部入ってて、しかも作り方まで書いてある。すごっ、めっちゃわかりやすい。そう、めちゃくちゃわかりやすいんだよ。この写真でなんか分量とかもすごいわかりやすくて、はい、というわけで今日はじゃあこのキットオイシックスを使っていろんな種類のものを作ってみようと思います。というわけでじゃあヌエル、はい、じゃあこのビビンバはヌエルが作ってみましょう。はい、はい、行きましょう。まず、うんうんうん、ほうれん草が入ってまして、うんうん、あ、これほうれん草じゃなくて小松菜だった。あ、小松菜か。えのき、えのき、お、人参切ってある。そう、千切りとかってめんどくさかったりするのね。これは温泉卵。うんうん。次はニラ。ニラね、それは多分分け木じゃん。海苔、豆板醤、豆腐、すごいね、なんか全部いいサイズ。そうそう、ニンニン前のね、使い切りサイズで。これはナムルの素。うんうんうん。合いびき牛豚そぼろ、うん、切っていこう。この家に引っ越してきたばっかりの時とかってさ、うん、近くにどんなスーパーあるとかも知らないじゃん。うんうんうん。だから私オイシックスさんとかめっちゃ頼んでた。あ、そうなんだ。そうそうそう、いいね。うん。で、妊娠中だったじゃん。うん。そうだから、ゆずちゃん妊娠中で、うん、なんか途中でさ、あんまりさ、うん、動いちゃダメの時あったじゃん。うんうんうん。安静にしなさいよって言われた時があって、その時めちゃくちゃ活用させてもらってた。へぇー。ニンニク入れまーす。うん。リタとかは、うん、夕方、夕寝がまだしてるから、もうちょっと。そっかそっかそっか。強火で短く炒めることで、食感を残した仕上がりに。あ、何、焼き方まで書いてあるっていいよね。シズポイントだって。面白くニラちゃん。ナ、ね、ムルダレを入れます。お風呂ある？月曜日、木曜日、金曜日めちゃくちゃ忙しくて、お昼とかの塾とか、週に3回でいいから私はもう美味しい時にしようって思ってるの。いいじゃん。そう、あ、もう出来上がり。あれ早くない？すごっ。これであと大人用だったら豆板醤を入れる、うん、でも子供用だから入れません。でも最高じゃん。完成です。うん、うん、美味しい。子供にぴったり。うん、うん、なんか味付けも濃すぎず、うんうんうん、子供に人気のあるような、うんうん、私はね、この味立つたでお手軽、かば焼き丼御膳を作っていこうと思います。20分以内で2品作れるレシピ付き献立キットだから、
子供ちゃんたちもさ、もう腹減った腹減った腹減ったってうるさいじゃん、うん、やりましょう。これ活用してからめっちゃなんかね楽しい。だって私味立つたでお手軽かば焼き丼御膳作ったことないもん。確かに食べたことないでしょ、うん、私が味立つたを作るってかば焼きって作ったことないじゃん。かば焼きないね。ないでしょ。だからちょっとワクワクしてるのよ。これはかば焼きのタレ、タレをね大さじ2の水でね混ぜ合わせるの。ペンと発泡だれと水を、200cc だ。さてね、あれ嫌いなんでみんなが使ってた形の形状って。あ、そうなの。味立つたちゃんだよこれは。ほら味立つたちゃんなんだけど、ほら揚げ済み味立つたで作るかば焼き風丼は簡単で豪華な仕上がりなんで、揚げてあるやつですね。最高ですね、うん、って感じ。でもこれぐらいだったらもう全然あるもんね、うん、でさっき作ったこのかば焼きのタレちゃんをご飯にちょっとかける。私はこれ見て、ほら焼いたやつにさっき作ったタレとタレつけない、うん、まだつけないんだって。火を止めてタレと切りごまを加えてから弱火をつけてちょっと絡めていくみたいよ。大学生とか一人暮らしになりたてとかさ、自炊とかしたことないんですっていう方にも最近会ったことあるけども、なんかやっぱ健康的にはあんま良くないよね。こんな体型の私が言うのもあれだけどさ、やっぱ自炊 しないと本当に体に良くない。ママお腹すいたよ。お腹すいたよ。ママママお腹すいたよ。よし、うまそう。絶対ご飯進めね。ということで味立つたでお手軽かば焼き丼御膳が出来上がりました。輝ケール、そう輝ケールな。あのねケールってさめっちゃうまいの。ほんとにうまい。でもさスーパーとかであんまりケールってさ見つけられないじゃん。こういうほら見て、オリジナルブレンドオイシックスリーフとか、うん、美味しいよね。そう、リーフとかもね、ある。しかもちゃんとほら、木村さんのねが作ってくださってるオリジナルブレンドのリーフっていう、なんか安心だよね。ラディッシュ、スライスアーモンド、粉チーズハニーマスタードと玉ねぎドレッシング、化学調味料無添加だって。こういうなんかスーパーとかで売ってるようなトマト、ミニトマトとかも頼めたりするの。このキットの他になんかね素材だけを頼めたりもするから、ケールのサラダに私ちょっとトマトも入れたいのよみたいな時にこれも頼んだりとかすると一緒に食べられますせーって感じ。ケールは根元を落とし食べやすい大きさに切る。シオンは結構さ、まあ、あの料理は好きだもんね。好きだけど和食か今までやってたのって。かば焼きとか作ったことないでしょ。あるよ、かば焼きは。ある、ほんと。じゃあ、ケール、ケールはケールは作るってさ農家の人になっちゃうよ農家のお兄さんになっちゃう。これも入れていきます。で最後に、うん、最後にスライスアーモンドを、うんうんうん、振りかける。なるほど。イエイ、完成。完成。うわ、なんかめっちゃおしゃれ。じゃあちょっと食べてみたいます。美味しい、うん、このチーズの味がする。うん、美味しい。ちょっと私はでも美味しい。もっちり頬張り餃子やるわね。すごい餃子大きいこれ。しかもねこれタレなしで食べるらしいよ。もう
最高じゃん。完成でーす。はい、というわけでできたので早速みんなで食べていきたいと思います。手を合わせてください。いただきますのご挨拶、一二の三、はい、いただきます。いただきます。意外と大人がちゃんとお腹いっぱい食べれる量の2人前だね、うん。ゆずちゃんどうする？これ食べるじゃん。お魚美味しい。これ食べてみて。餃子人気だね。でもすごいニンニクの匂いが。タレなしでいけるって感じだからね。一個いただいちゃおうかな。うまい。周りがサクサクじゃん。でもさ、餃子ってさ、この中のさ、タネ、がさ、味しっかりこうついてる方が好きなんだよね。おいしいな、これでいい？これうまい、おいしいね、これ。本当にタレなしで全然おいしい、すごいおいしい。おいしい、結構味が濃い。本当これだけで十分。小雪さんどう？リアの勢いがすごい。いいね。なかなかさ、サラダにナッツ入れたりとかさ、そこまで気が回らないじゃん。ラディッシュとかもさ、なかなか買えないけどさ、ちゃんとこういう風になってるから、すごい頑張って料理した感がある。ねえ、リオめっちゃ美味しいね、これね。美味しいね。これね、元気モリモリになるらしい。お魚だから、モリモリになるんだって。なった？お魚。豆板醤入り、食べよう。オッケー、このまま食べちゃって。このスプーンどうする？置いてくれた。一気に大人用になった。本当？一気に大人用だね。おいしいわ。おいしい。いや、これもおいしいよ、ご飯。なんかいつもよりも食欲すごくない？みんな。すごい。ねえ。ママ。途中見てたけどさ、結構手順書いてあるから、分かんなくてもテキパキっていうか。結構ね。何も分かんない人でも。やりそうだね。初めて作るメニューだけど、結構本当にあんなね、簡単にできちゃうってね。全部飲んだった。あー、すごい。あー、お腹いっぱいだったね。お腹いっぱいだった。みんなどうだった？美味しかった？美味しかった人！美味しかった人！美味しかった人！みんな大満足。手を合わせてください。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。はい、というわけでおいしくさんの、メニュー食べてもらいましたが、どうでしたか、のよりちゃん。めっちゃ簡単で美味しかったね。はい、というわけで今回ね、なんとよ、なんとみなこファミリー TV おいしくすコラボお試しセットがなんとできたんです。それがこちらなんです。動画の中で作ったものもあるんですが、他にもまだまだいっぱいあるんです。こちらお試しセット、ちょっと一つずつ紹介していいですか。さあ、今回作ったね、ジューシーそばらと野菜のビビンバ、こちら2人前です。次、こちらも今回作りました。味たつたでお手軽かば焼き丼。お魚ってなかなか苦手な子とかもいるんだけど、ね、かば焼きだったからすごい食べやすくて、いや、めっちゃ食べてたのね。そしてこちら、たっぷりケールのチーズナッツサラダ。ケールのね、たっぷりのサラダ、美味しかった。私これめちゃくちゃ好きだった。粉チーズが良かった。ね、良かったね。で、今回私たちは、ケールのサラダにも混ぜたんですが、オリジナルブレンドオイシックスリーフ、こちらも入っております。そしてこちら、コロンと真っ赤な特選情熱トマト。
このトマトとっても甘くて、なんか本当にフルーツみたいな、ね、うん、甘さがあってね、すごい美味しかった。次、こちら無塩石使い切りミニポークウインナー、もうお弁当にも使えるサイズだし、朝ごはんとかにね、この間食べましたね、朝ごはんにも食べましたが、とっても美味しかったです。美味しかった、うん。さあ今度はこちらです。液切りしないで使えるツナフレーク、オイル無添加で化学調味料も増粘剤も不使用ということで、本当にちっちゃい子供、お子さんにもね、安心して食べさせられるとね、離乳食とかにも使えそうだね、うん、本当に。さあ続いてこちらです、コクうまみ卵6個入りです。卵は本当に毎日私我が家で使って、もうどんだけあっても大丈夫っていうぐらい、なのでめちゃくちゃ使うよね。めちゃくちゃ使うね、朝ごはんでも使うし夜ごはんでも使うから、本当にもう便利。じゃあはい、続いてまいりましょう。こちらフライパン一つで柔らかマイルドタンドリーチキン、鶏胸肉なの、鶏胸肉なんだけど、すっごい柔らかくて一口サイズになってて、で本当に焼いて、でタレもついてるからタレで和えるだけのタンドリーチキン。朝ごはん食べたね、そう、下味ついてて、だから胸肉なんだけどそんなにパサパサしないっていう、あのカレーのチキン、そうタンドリーチキン、美味しかった、ね、うん。はい、次はい、もっちり頬張り餃子、これはね動画の中でも食べさせてもらいましたが、タレがなしでももうそのまんま、餃子がそのまんま美味しいというね、小雪がすっごい気に入って、もうめちゃくちゃ食べてたい、うん、ちっちゃい子にも本当に評判なんで、よかったね。はい、そしてこちら最後、とろり滑らかプリンです。これね、とっても美味しかった。日頃疲れてるからさ、ちょっとなんかこそっと一人でやりたい時に確かにいただきました。はい、こんなたくさんのセットがみなかファミリー TV オイシックスコラボお試しセットということなんですが、こちら単品で買うと全部で6300円なんです。今回こちらみなかファミリー TV オイシックスコラボお試しセットということで、これセットで、1キュッパ1980円なんです。やばくない？安いね。1980円ってことは 68% オフだよ。やばいね。これはもう買うしかないでしょっていう感じで、もう私も買うから。はい。イエーイ。さあこちらのみなかファミリー TV オイシックスコラボお試しセットなんですが、9月の22日の9時59分まで期間限定でご用意していただけるということで、ちょっとお早めに皆さんお買い求めください。期間限定、数量限定での商品となるので、私も急いでポチポチしようと思います。私も実は頼んだことがあって、サブスクみたいに毎回さ、お金を払って解約するのにも、それなんか何ヶ月かは解約できませんよとか、そういう感じなのかなと思ってちょっと躊躇してたんだけど、これ入会金もないし、もうあの解約金もない。すごいね。辞めたい時は辞めれるし、休みたい時は休める。だから頼んだ時にしかお金がかからないシステムだから、とてもいいなと思って、私も何回も活用させてもらってるのね。お試しをして気に入ったら、いいなと思ったら、その定期会員になれるっていうね。そう、だから気兼ねなく取り入れられるっていう。いいね。そうで、しかもね、有名なシェフさんたちが監修しているメニューだから、レパートリーがめちゃくちゃ増えるの。あとこのさ、写真もついてるからすごく分かりやすくて、分かりやすかったね。というわけで、詳しくは概要欄の方に載せてますので、チェックしてみてください。というわけで皆さん、またねー。